10月19日土早朝、東京千代田区永田町にある自民党本部に男が火炎瓶のようなものを投げ込みました。その後、男は総理官邸の前にあるしがらみに車で突っ込もうとしましたが、現場にいた機動隊員に公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。現場のレポートによると、男が乗ってきたとみられる白いワンボックスカーが20メートル先に止まっており、車内には複数のポリタンクが積まれていたという情報もあります。警視庁の捜査員が車内を詳細に調査中です。警視庁の発表によれば、男は午前6時前に自民党本部に火炎瓶のようなものを5本投げ込んだとされています。その直後、男は総理官邸のしがらみに車で突っ込む行動に出ましたが、機動隊員に取り押さえられました。男は40代で、単独で犯行に及んだとみられ、事件の詳しい経緯が調べられています。このことに関して周囲の反応はというと、選挙行きましょうね、若い層が行かないなら親がちゃんと子供を引っ張ってってくださいね、行かなかった人たちが行くようになるだけで絶対世の中変わるから、いろんな意味で政治に少しでも意識するようにすることがこの世界で生きていくなら必要です。自民党政治、政府に対して不満があるのは理解するけど、暴力行為は良くないと思います。現在衆議院議員選挙期間なので不平不満は投票に行くという行為をもって政治を変えなければと思います。また周りの方にも選挙に行くよう働きかけるのも政治を変えていくことにつながると思います。選挙戦では暴言や暴力的発言をされる候補者も見受けられますが、私はそういった候補者も支持しません。日本は民主主義国家であり、世界の中でも進んだ政治を期待しています。農家です。今日兄の時もガソリンで放火され、近所のスタンドで油関係がそのまま蛍光管で買って持って帰りにくくなりました。この事件も油が利用され、また規制がかかったら農家としてもやってられなくなります。そもそも放火はやってはいけないことですが、やる方にも自分の何かしらの正義があるのかもしれません。やった後困る人のことも考えて行動してください。このような行為は許されることではないが、今の政治に不満を持っている人は相当数いるはず。国民は我慢してその一線を越えないよう踏ん張っているが、これ以上国民を舐めて見捨てる政治をしていれば、同じような暴動が起きてもおかしくない。政治は議員の利権や特権のためにあるわけではない。それをしっかり理解してほしい。このような暴力行為は認められることはないが、マスコミや言論人の言葉の暴力も同じことが言えるのではないか。選挙期間中であり、公平な報道が求められるが、世論調査がことさら与党過半数の声がいつもより多く聞かれる。これは反対勢力の印象操作とも取られられない。いかなる暴力もあってはならない。実は私は政治に対する暴力での抗議には一定の理解がある、許してはならないなどの意見もあるが、それではフランス革命など既得権益者からの搾取の脱却はどうやって説明するのだろうと思っている。安倍晋三銃撃事件がなかったら、私たちは旧統一教会と政治家の癒着を知ることはなかった。既得権益を守るために自分たちだけ美味しい思いをしている政治家、出世のために税金を上げることしか考えていない財務省の官僚など国民を踏みにじり、日本を売るような奴らには国民による政治に対する暴力での抗議もあり得るかも、と緊張感を待ってもらいたい。政治に関しては各々考え方があって良いと思う。選挙に行き、自分の考えがある候補、政党に投票すれば良い。しかし、暴力行為は絶対にしてはいけない。安倍元総理の殺人事件のように、またアメリカのトランプ氏の銃撃事件もそうだ。最近、闇バイトによる犯罪が横行している。日本の治安がどんどん悪くなっていくことは危険であり、将来が不安になる。総理官邸に突っ込むといっても、総理官邸は敷地が広くて外壁も厚く警備員もいます。車は官邸の建物のかなり手前で防がれたのではないでしょうか。重要なニュースの割に記事の書かれ方がいい加減に思います。日本人は暴動を起こさないとは言いますが、こういう人が出てくる世情なんですね。犯行は許せるものではありません。しかし、政府の国民を生かさず殺さずのステルス圧政は、日本を貧困がある国にしたのも、それをなかったことのように、選挙で綺麗事を言い続けていることも事実です。主権在民、政治を選ぶのは国民だ、とか制度的には理想が通るような形になっているが、実際は、選挙で政治を選択できるかどうかは非常に怪しい。上がらない投票率、
少ない組織票を抱えている団体だけが当選し、やっと落選したかと思えば比例でゾンビ当選。国民には負担を強いるだけで良くならない生活実感。貧富の格差拡大は貧しい者にはまさに現実で、最近は自国民より外国人、しかも違法な、または裕福な外国人に手厚い待遇の政策が知れるところとなる。働けけど社会保障を含めた税負担で生活は豊かになれないのに、まともな金ではない裏金が非課税で、犯罪にすらならない。法を作る則が、国民を搾取し自らに甘い法を作り、それを盾に弱い貧しい国民から搾取し続けるこの社会に多くの人が気づいている。ただ、それを正す術がない。この不満が暴力的行為に移行するのにそれほど時間はかからないと思っていた。今日の事件は序章。安倍首相襲撃事件から潮目が変わり、日本人も政治的な理由での暴動が逃走をしていた頃のように復活してしまったね。一昔前はデモをすることは恥ずかしいこと、若者が政治に興味を持つことはダサい風潮があり、デモも暴動も暗殺も起きない平和な日常に政治家はあぐらを変えて生きていくことができた。今はどうだ。何を理由に爆発するかわからない人間がそこかしこにいる。政治家に限らず緊張感を持って生きていくことが要される。このコメント群からは現代日本社会における政治的不満や危機感が浮き彫りになっています。いくつかの考察ポイントがあります。暴力への懸念と理解。多くの人が暴力行為自体を否定している一方で、政治的不満の吐け口が暴力に向かう危険性を感じています。特に、暴力行為は許されないが、背景にある不満を無視してはいけないという意見が目立ちます。このような意見は、暴力が結果的に社会的な変化を促すこともある歴史的な事例を踏まえてのものでしょう。例えば、フランス革命や安倍晋三銃撃事件が挙げられ、既得権益や政治家の腐敗を暴く契機として評価される場合もあることが示唆されています。民主主義への懐疑、選挙が形骸化しているという意見が見られ、現行の民主主義制度に対する不信感が根強いことがわかります。投票率の低さやゾンビ当選と呼ばれる比例代表制の問題、組織票に頼った選挙などが国民の政治意識を希薄にさせていると感じられています。選挙を通じての変化を期待する声もある一方で、制度の限界に苛立ちを覚える人が多いようです。社会格差の拡大。政治への不満の背景には、貧富の格差の拡大があります。働けけど生活は豊かにならないといった声は、税負担や社会保障の不公平さを指摘しています。また、外国人への手厚い待遇に対する不満も、経済的困難を抱える層の間で広がっていることが伺えます。こうした格差が政治への信頼低下を引き起こし、暴動の可能性を助長しているとも考えられます。暴力と政治意識の変化、デモや暴動を恥ずかしいものとみなす風潮が変わりつつあるという指摘は、日本の社会的変化を示しています。かつては政治に関心を持つこと自体がダサいとされていたが、今では怒りや不満が爆発する兆候が見られるといった意見があります。これは、安倍首相襲撃事件を契機とする潮目の変化とされ、国民が政治的暴力に対して一定の理解を示し始めたことが示唆されています。政府への不信と潜在的な社会不安、ステルス圧政や見えない貧困などの指摘からは、政府が国民の生活を直接的には改善せず、むしろ隠れた圧力をかけていると感じる人々が多いことがわかります。こうした状況が、社会的不安や怒りを内在化させ、最終的には暴力的な行動に転化する可能性があると懸念されています。総じて、これらの意見は現代日本社会の政治的不満と、その背後にある社会的問題を反映しており、変革の必要性を示唆しています。暴力が問題解決の手段として許容されることはないものの、現状のままでは事態が悪化する恐れがあるという切迫感が伝わってきます。